ウッドストリームのデジタル生活お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤ですよろしくお願いしますこの番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です第721回目の配信になりますはい、えー 解明になります。えっ、ー、と、今週もね、ネタにどうしようとか思いながら <laughs>、いろいろやってたんですけども。えっ、ー、と、今回は、えー、Windows PC で Android のゲームをしましょうという話と、あと、Core Ultra のパソコンとですね、あと、英語キーボードと、ローマ字入力とカナイ入力という、まあ、そんなところのこう雑ネタをですね、集めた感じになるんですが、あ、そう忘れてた。すみません、あの、先に番組のお話をするのを忘れていました。えー この配信は SNS ホワイトカラーズをはじめ合計14名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。この番組では、マイクロソフトチ t ム e a m s を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、マイクロソフトの最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどのお話をしています。ご参加、ご希望の方は、お申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは、番組の概要欄と X の発着、シャープとスティルでお知らせしています。YouTube をご覧の方は、 こちらですね、QR コードの方から入ってください。また、この番組は、クラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより、皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは、創作活動を継続,し継続して支援するサービスで、月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方、よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、 情報収集などの書籍内などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシグ、シャープトストリーム、YouTube をご覧の方は番組の QR コード、画面の QR コードからよろしくお願いします。はい、ということで、えー、っとですねあの、こちらのクラウドファンディングの方、あんまりこれ、この話し続けるのはあれなんですけど、特典としてですね、ウッドストリーム Windows マガジンという この番組をドキュメント化したやつ、文章とかね、絵とか図とかを入れたドキュメントを用意して PDF ファイルでお送りするということを考えております。今のところまだ予定なんですけど、4月からこれを開始したいと思います。ですが、4月のクラウドファンディングご参加の方、あとは今予定してるんですが、YouTube のメンバーシップをですね、4月から開始予定で、こちらの方に まず、4月号、総刊号からお送りするという形で用意しております。また、総刊住民号はね、す、え、で、ー、に公開中ですので、どんな感じのものかなという方はですね、まあ、番組の概要欄、もしくは、えー、YouTube の方はこの QR コードを今出してますので、こちらから見ていただければなと思っております。はい。瑞幸さん、ありがとうございいまますすよろししくお願いしますありがとうございます。 で今週のです、ね、お話、まあ、いくつかあるんですけども、さっき、ね、デバイストークって言いかけて、ね、言っちゃったんですけど、なんかね、イベントがあるっぽいんですよ。マイクロソフトが。で、これがですね、Advancing the New Era of Walk-In コパイロットということで、まあなんか、コパイロット絡みで、 新しい働き方っていうかね、新世代、新時代のなんかっていう話をするみたいなんですね。で、実際今ね、マイクロソフトはここまでしか書いてないんですよ。ニューエラね、私は英語苦手なですぐ日本語訳しちゃうんですけどね。働き方の信者用、えー、前進させるコパイロットをしようというところで、ね。で、まあ、いつものコパイロットの話かなというところもあったんですけども、 ここでね、コパイロット、Windows、サーフェスを使用した環境内の AI のスケーリングに関する最新情報についてはこちらをご覧くださいというところでデジタルイベントがありますって,ってコパイロットはわかる。Windows もわかる。サーフェスってなんだっていう。ここでなんかもうサーフェスっていうのがポロッと出てるんですよ。で、この上の方に、リンクの方にですね、この Microsoft の案内の方で、えー、コパイロットと Windows ってあるんですけど、このサーフェスのリンクもなぜか貼ってるんですね。 なんかあるんじゃないかなっていうところもあって、これね、3月21日のマイクロソフトのイベント、ちょっと注目かなと思っています。まあ、具体的に何があるかちょっとわかんないんですけども、まあそんなところでね、あのー、なんかあるっぽいんで、えー、それによっては、えっ、ー、と3月の23日か24日のこの番組の配信でなんかその話をお話しするかもしれませんし、あのね、3月23日ってね、ドットネットラボ勉強会なんですね。 でドットネットロボ勉強会で、うん、なんか話す予定なんですよ。あの、先週話したあの AI、PC ね。あれの話をする予定なんですけども、まあ、状況によっちゃ、ここのイベントの話をするかもしれないということで、今、ドットネットロボのスタッフにね、直前でタイトル変えるかもしれないけど、ごめんねって話はしています。まあ、そんなとこですね。まあ、ちょっとね、これ楽しみにしたいなと。まあ、あの、追加情報あったらね、またお話したいと思っています。 で、次がですね、もう一個ちょっとデバイストーク的なんですけども、えっ、ー、と、ツイッターで X のハッシュタグで、えー、西和彦さん、えっ、ー、とですね、これもうね、アスキーの社長というか、元あのマイクロソフトの副社長っていう、もう本当に、ね、日本のパソコン業界をこう作り上げた方なんですけども、えー、この方がですね、X でこう、 ツイ,ツイートじゃないポストしてですね。<laughs> これ、いつだったかな、えー、日付がちょっと。まあ、今週なんですけども。えっ、ー、と、嬉しいお知らせというところで、小田原に日本パーソナルコンピューター博物館を作ることになりましたと、えー、いう話を挙げていますで。元関東学院大学の2号館です。1階はゲーム博物館です。準備中という、えー、ところでね。 えー、お話を、えー、されていますでこれおすごいなと思ってでこれなんですね館長は元 NEC で TK80 や PC8000 を作られた後藤富夫さんです写真がこう出てるんですけども、えー、後藤富夫さんが、えー、館長をやられるということでねあのこれ後藤富夫さんはですねこれ私以前この番組にもゲストで 出ていただいた方で、まさに日本のパーソナルコンピューターの父と言っても過言ではないという方です。あの TK80 とかね、PC8000 とか、あとね PC エンジンとかね、あとね、PC100 とかね、あそこら辺をこう、開発をされた方で。あの、ここら辺のね、お話は、えっと、この番組の過去配信でお話をしてます。もう後藤さんに直接出ていただいてお話をしているっていう、このとんでもない対談があるんですけども。 えっと、こういうこともありまして。で、もうね、後藤さんが出られてるといところでね、あのー、なんか、詳しいことが決まりして発表します。もちろん MSX も含まれますと。で、開、えー、館がですね、2025年4月。ならもう1年後ですね、えー、来年の4月開館ということで、小田原なんで、まあ、私はあの、こう、地元横浜なんでね、もう、東海道線ですぐ行けますし。 えー、ということで、ちょっとこれもね、開館日からいこうかなと思ってます。これ3月3日ですね、3月3日に、こう、西和彦さんが発表されてます。で、あの、ちょっと別にどうやるわけなんですけども、<laughs> あの、この後藤富雄さんとね、あの、つながりがありまして、あの、私の電子書籍をねあの、我が精神の8ピットパソコンを読んでいただいたというところで、えっ、ー、と、いろいろお話をさせていただいて、あの、Facebook の方でもね、 官庁さ,さ,されるんですか、絶対行きますよって言ったら、もう、あのいや、もうここで発表されちゃったから断るわけがいきませんねなんてね <laughs> 言われてましたけどあの、ご返事いただきまして、もう、後藤さん、開館の日はもう行かせていただきますっていう話をしてましたんで、まあ、あのこれ、ね、すごく楽しみにしたいと思ってます。これ、今ね、これ、須藤さん、一緒に行きませんか、これ、ね、あの <laughs> なかなかね、行けない。 あのこういう機会ないと思うんでね、まあ、結構こう、よかったらこう皆さんと、うん、まああれですね、オフ会とかももしこれ、機会に、ね、できたらいいかなと思ってますんで、まあ、あのこういったのがね、えー、あの開,かれ開かれます。えー、っともう一回、名前を言っておくと、日本パーソナルコンピュータ博物館ということ小田原でね、2025年4月に開館となります。 ではいよいよ本題にいろいろ入っていくんですけどもあの冒頭でね Google のゲームを Windows でできますよって話をしてたんですけども実はこの話ってちょっと前からあって私もあまり注目してなかったんですけどその前にですねマイクロソフトがまたしれっと発表するんですねはいこれですねマイクロソフトがあの Windows サブシステム for a n d r o i d のページ 更新してますであの Windows、Sub、s u b s y s サブシステム a アンドロイドってどういったものかっていうと、Windows の中で仮想環境で Android そのものを作ってしまって、そこで Android のアプリを w i n d o w で動かしてしまうというものです。これ番組でもね、去年こうお話をして、まあ、Windows 11の目玉機能の一つであったんですけど、まあ、あの具体的には Kindle が動かせたりとか、まあ、Android のゲームが動かせたりとかですね。 それで私も結構いじってたんですけども。えっと、これ、1年半か、そんぐらいやってたのかなと思うんですけども、この記事のところにですね、あの Windows、Windows Subsystem for Android の解説のマイクロソフトのページのところに、インポータントってところでなんか注意書きが追加されてるんですね。これ注意書き何かというと、えぇ、ー、 まあマイクロソフトは2025年3月5日に Android 用 Windows サブシステムのサポートをやめると発表しましたということです。やめますと。Android サブシステム 4Android WSA ですね。これもやめますということで、えっと、1年後ですね。2024年の3月5日にやめますっていうのを今年の3月4日に発表しました。で、それに伴って、 まあ、Windows 上で動く、その Amazon のアプリストアとかとか、も Android アプリのサポートも終了しますと。で、これなんで,で Amazon が出てくるかというと、このサポート自体は別に Google からアプリをダウンロードできるしかないんですね。あの、Amazon のストアから、だからあの、FireHD とか、そういう端末とかですね。その Amazon のストアにある Android 用の端末を、のアプリを Windows で使える。 だからあの本んに Google プレイっていうかね Google のサイトから直接落とせなかったんですよでただほぼほぼ Amazon にあるんで大丈夫でしょうっていう感じだったんですけどもやっぱりちょっとそこがこう厳しいところもあったのかなと思いますであの今年ですね2020年3月5日以降にインストールされたアプリについては3月5日来年の3月5日までは使えるつまり1年間は使えるんですね 1>, 1年間使えるんですけどもその後は使えなくなりますということで Windows サブシステム 4Android そのものがなくなりますだからおそらくあの Windows アップデートがいくつかあるうちにこのバージョンから Windows サブシステム 4Android が使えなくなりますインストールすらできなくなりますというビルドがバージョンがそのうち出てくると思うんですねまあそんな形でねもうやめてしまうということになりますまあねこれマイクロソフトお得意の選択肢集中なんですけども うん、どうなんでしょうやっぱりあの、よく言われてるのが、アンドロイドのアプリ使えるのいいんだけども、アマゾンのストアしか落とせないよねとか、あとは、ウ n ンドウズって基本的にマウスとキーボードの操作じゃないですか。で、やっぱりタッチ操作中心のアンドロイドアプリというのを、うん、使うってこれみんな使うかなっていう話があったんですね。まあそういったところもあって、意外と入らなかったのかなと。 言ってる私もですね、あの最初試してたんですけど、最近あんまり使ってないです。ということもあって、まあ、マイクロソフトもじゃあやめるかと。<laughs> ということでやめてしまうということになりました。まあ、そんなところで、えーまあ、マイクロソフトは Windows サービスシステム for Android をやめますということになります。で 実は、でもなくてもいいじゃんっていう話が結構出てたのが、あの、Google Play Games っていうのがあるんですね。で、この Google Play Games ってちょっと前からあって、まああの、4Gamers とかこういうゲーム系のね、サイトとかも紹介されてたんですけども、あの、この Google Play Games って何かっていうと、パソコンで Android のゲームが遊べますよっていうのを Google が出してるんです。だから、 あの、グーグルがですね、アンドロイドのエミュレーターを出しちゃってるんですよ。うん、ということで、だから、マイクロソフト、まあ、グーグルもやってるし、いいじゃねっていうふうに思ったのかもしれませんね。えー、というところでね、あの、実は、じゃあ、もう使えなくなったのかっていうとそうじゃなくて、あの、ゲームに関しては、アンドロイドのゲーム、今、ウ d ンド s パソコンで、今、今すぐ遊べます。<laughs> 本当に遊べます。あのー、 今、ベータ版ということになってるんですけども、この Google Play Games っていうのをインストールするとですね、これ今 YouTube ご覧の方は実際私今立ち上げてみました。見ています、今、ちょっと今起動中、はい。あの、1個のアプリケーションができて、その中で、あの、Google のこのゲーム遊びたいですってダウンロードするとですね、すぐ遊べるようになってるんですね。 だからね結構いろんなゲームがあってあのアンドロイド自体も実は高解像度なんですよねだから今私 4K モニターなんですけど例えば 2560×1600 ぐらいの解像度でもああのゲームをこう遊ぶことができるっていうものになりますまあこれ実際今ちょっとあの,のゲームはね あのこ,うううこういうふうに言って、ちょっとすみません、YouTube の方は今ゲーム画面出してますけども、今 YouTube でお見せしてる画面っていうのは、これ Android 用のゲームです。これを今 Windows で動かせてるということになります。ね、アークナイツとかなんかね、いろいろこう遊べるんですけども、でね、これゲームどのぐらい遊べるかっていうのがあるんですけど、 あの100種類以上のゲームが遊べますよって書いてあるんですね、うん、でも100種類って多いのかな、ね、たったの100個かって感じもするんですけども実際あのグーグルの方で遊べるゲームの一覧っていうのがあるんでえこう見てみるとですね多分100個どころじゃないですね相当な数ありますねあの縦スクロールでこうゲームの画面がこうたくさん出てくるんですけども いろんなあの最後までぜーざーっと見てみてこんな感じですって言かうかと思ったんですけど最後までいかないくらいこうたくさんたくさん出てくるんですよだからあの実は WSA 使えなくてもゲームやる分には Android のアプリとかゲームはですね Windows で今すぐ遊べます。 Google Play Games っていうので見ていただければ、インストールして、で、Google Play Games の中から、このアプリ遊びたいあの、ゲーム遊びたいですって選ぶと、ダウンロードして使うことができます。でも結構ね、あの、私もアドベンチャーとかロールプレイング、こう、落としてみたんですけど、1個のアプリが 3GB とかね、結構でかいやつが多いですね。で、やっぱり中身はそのロールプレイング、アドベンチャー、パズルとか、あとね、私ちょっと遊んでみようかなと思ったんですけど、あの、 私結構好きなのでお店のゲームがあるんですねあのお店でピザを注文してでそれをピザを作ってお客さんに提供してお金を払ってもらうという一連の作業を次から次へと来るお客さんにいろんな注文のいろんなピザのトッピングを入れながら急いで作って提供しなきゃいけないっていうような類のゲームがあるんですこれケーキを作ったりとかハンバーガー作ったりとかいろんなあのサンドイッチのなんだっけ サンドイッチとかですね、ホットドッグとか作ったりとか、いろんな類のゲームあるんですけども、これ結構好きでですね、こういうのがね、あったりするんで、後でちょっと入れて遊んでみたいなと思ってます。まあ、そんなところでね、あのー、うん、今ね、須藤さんからもご意見いただきましたね、PC で Android アプリ使いたいケースって、普通はゲームだろうから、ゲームのみでも収まるケースは多そうと、えー、沈まるケースは多そうと。そうですね。あのー、そう、なんか、 ゲームが何言ったら Kindle とか言って、いや、Kindle 普通に Windows 見れるしっていうところでね、あるんで、実はこれでよう足りちゃうんじゃないかなと思っています。で、快適ですよ、動くとね。あ、クッキングゲームとかね。こういうの私大好きなんで、これ始めちゃうとね、時間が溶けてくんだよね <laughs>。あの、まあ、どうしようかなと思ってるんですけども、まあ、こんなようなね、あの、ものが用意されていますんで、あの、ぜひこれ面白いんで、 ぜひ遊んでいただくといいと思います。遊んでいただくといいと思いますとていうか、私が遊ぼうかなと思っています。で、あの、これ自体はどんな要件で動くかっていうと、一応条件があるんですね。条件としては、えー、Windows 10。えーっと 2 0 2 0チ一かなこれバージョン二千二十年の4月以降のバージョンということで結構古いやつから OK ですね。Windows 10以降で。で、ストレージ十は 10GB の SSD です。ハードディスクなんか使ってんじゃねえよっていうね。Android も早いんだよっていうところで SSD です。で、あとグラフィックスはですね、あの、インテルのプロセッサーの内蔵に使ってる UHD グラフィックス。これ以降というところなんで、 CPU ああの内蔵のね、グラフィックチップ、もしくはまあ外付けの、私が持っている NVIDIA のボードだとか、そういったものが載ってれば問題ないです。で、プロセッサーですね、これ4コアの CPU というところで,で、さらに一部のゲームにはインテルが必要ですっていう、なんでインテルが必要なのかよくわかんないんですけども、ああ4コア以上の CPU が必要ということになります。で、メモリー 8GB。 えと実行にあたってはですね、Windows の管理者アカウントが実行できることというところで、例えば企業で管理者アカウント、アドミニストレーターアカウントが使えない場合なんかは使えないと思います。あの、普段家でね、あのパソコンいじってる分には、えーまああのね、Windows に影響を与える可能性ありますよって、ポップアップのメッセージとか出てきますけど、それで OK ってやれば使えるというところで、まあ問題ないかなと思っています。それと、 ハードウェア仮想化が有効になってること、まあ、あのまあここ最近のねコア i なんとかっていう CPU まあライゼンでもそうですけどそれでもまあ全然大丈夫ですでこれを見るとポイントはねハードウェア仮想化が有効になってるってことはやっぱりハイパー V のような仮想化ベースでアンドロイドそのものをエミュレーションで動かしてるんですねエミュレーションじゃないのもうアンドロイドそのものを仮想化して動かしてるんですよ ということで、おそらく Windows Subsystem for Android とほぼ同等のものを Google が用意して提供しているというものになります。ならね、多分ね、これアプリもその他動くんですよ。ただ提供の仕方がゲームに限っちゃってるというだけの話で、それこそあの、Kindle とかね、いや、私も Kindle しか思いつかないんですけども、あの、いろんな Android のアプリって持ってくるとうまく動くかもしれません。えっ、ー、とね、あの、なんだっけ、 そういったパッケージファイルを持ってきて無理やり動かせんじゃねっていう考えもあるかもしれませんけど、おそらくこれね、Google Play Games 自体がそれを許さないんで、多分使えないと思うんですけどね。まあ、あの、こういった形でですね、あの、遊ぶことはできないし、まあ、こういった条件でね、大体今出てる普通のパソコンで遊ぶことができますんで、まあ、ご意図があるんで、まあ、ちょっと Google Play Games っていうのね、これで遊んでみるといいかなと思っております。 あ e、63、こんにちは。ありがとうございます。さて、えっ、ー、と、じゃあその次の話ですね。えっ、ー、と、Windows 11の話をしますけども、あの、Windows 11のインサイダープレビュー。まあ、ここ最近、あの、カナリアチャンネルでね、いろいろ機能がついてますよということで紹介もしてるんですけども、あの、結構ね、ベータチャンネルもいろいろ出て,てまして、で、実際のベータチャンネルっていうのは、あえて説明をしてないんですけども、あの、どうしてかっていうと、もうすでに発表された内容を後追いで出してるっていうものなんで、あの、あえて言ってなかったんですけども、あの、これね、 えっと、これ、ついこの前かな。えっ、ー、と、ベータチャンネルで、えっ、ー、と、ビルド22635の3286というのが出ています。えっ、ー、と、3月の8日、おとといですね、発表があったんですけど、まあ、リリースがされてるんですけども、ここでですね、あのー、コパイロットの変更がすでに変更されています。追加されていますっていう、 記事がありましたで、これ、どういった内容かっていうと、あの、コパイロットの機能で、テキストを選択する、あ、コパイロットの機能で、あの、画面の今、右下にね、コパイロットアイコンが出てきてると思うんですけども、このコパイロットアイコンが、あの、やり、例えばやり、例えばね、テキストファイルを選択すると、コパイロットのアイコンが、鉛筆みたいなアイコンに変わって、サブメニューで、コパイロットのチャットに送りますよとか、 あの、その選択されたテキスト、コピーされたテキスト、もしくは、えっと、説明をしますよ、もしくは概要を説明、作成しますよという3つのメニューを出してもらって選べるっていう、すぐこう、コピーした、選択したテキストを使えるようになりますよという、こう、便利な機能なんですけども、これ実際ですね、あの、2月の8日、1ヶ月前のカナリアチャンネルのビルド2605に、 えー、これでね、入っているんですね、これ番組の説明したんですけども、これがね、もうベータ版に降りてきています。あー、ごめんなさい、もう一個ね、あのー、画像ファイルをコパイロットのアイコンの方にドラッグドロップすると、もうそのまますぐ画像ファイルを解析して、説明をしてくれたりするっていうものできます。でまあ、これを含めたあの変更というか、機能強化がベータ版で降りてきています。 だからこれ、ベータ版でもう降りてきたということは、ほぼ間違いなく本採用になりますので、まあ、24H2 では間違いなくありますけども、これひょっとしたら例えば4月、5月、6月で、機能アップデートがあるとすると、もうこれが入ってくるんじゃないかなと思ってます。でおそらくね、こうマイクロソフトのコパールもものすごい力入れてるんで、この機能ね、とっとと入れるんじゃないかと思ってます。まあ、そんなとこで 皆さん、これもうすぐ来ますよ、この機能という紹介になります。それと、えっとですね、じゃもう次の話なんですけども。 えー、コアウルトラ、インテルのプロセッサー、コアウルトラですね。えー、これのせ,のせたノードパソコンが出ますよとい、まあ。大体これが一般的 AIPC と呼ばれて出てきますよというお話がもうしてますけども、じゃあ実際、各社どんぐらい出してるんだろうと。買ったらいくらするんだろうというところですでに私はもうパソコン自分で買っちゃったんで、買い足すことはないんですけども、おそろおそろ調べてみました。で、えー、っと、まあ、いくつかね、 HP とレノボと出るという形で見てみました。ちょっと日本メーカーね、富士通とかちょっとどうなんだろうな、ちょっとまあこれから見てみますけど、あの発表ね、えー、もうやるってインテルも発表してますんで出てくると思うんですけども、あのね、結構もう出てるんですよ。で、お店でもヨドボシとか行くと、普通にね、コアウルトラ搭載のパソコン売ってます。あの実際、 あのタスクマネージャーで、ね、NPU って項目があるって喜んじゃったんですけども、まあ、そんなことして、ね、出てるんですけども、えー、まずね HP なんですけども、まあ、コアウルトラっていうのはこういうふうにどんどん出てくるぜっつって説明をしてるんですけど、まあ、あの実際ですねあの HP は上位モデル、まあ、これ見て私もコアウルトラは諦めちゃったところなんですけど上位のモデルで結構いい値段するのが出ています。 であのね、まずコアウルトラシリーズ見るにあたって注意していただきたいのがあのボリュームゾーンが今のところ、ね、コアウルトラ5の 125H という型番のものとあとコアウルトラ7の 155H という2種類これが大体出ています185 18とか135とかいう型番のやつもあるんでこれ、ね、企業向けの,あの要は V プロっぽい話で 乗ってくる可能性もあると思うんですけども今週は市場向け一般市場向けで見るとどうもコアウルトラ5の 125H とコアウルトラ7の 155H という型番のものが展開されてるような形になってますでえっとね HP を出してるのはあの私持ってるのはパビリオンみたいなあの要は下のグレードのものじゃなくてスペクターというね HP のコンシューマー市場向けの最上位モデルがあるんですけども、スペクターの X360 というツインワン型、これのパソコンに採用されているというもので、いくつか発表があって、コアウルトラ5の 125H 搭載の X36014EU というモデルがあるんですけども、これがね、20万9800円。あとは、これ14インチモデルでコアウルトラ7。 155H 乗せたのが249,800円。で、次に、これも X360 の16インチタイプですね。これね、ニキシトマのコアウルトラ7なんですけども、コアウルトラ7の 155H で一つのモデルが249,800円。まあ、これあの、要は十四14インチとのコアウルトラ7と同じ値段なんですけどね。 で、メモリーは、ここだけちょっと話をしちゃいますと、メモリーが 16GB。で、ストルジンが 512GB っていう、まあ私の持ってるパビリオンと同じようなスペックなんですけど。で、解像度がね、結構画面はいいの使ってるんですよ。あの 2.8K。なの 2880×1800 ドットかな。というの、OLD のタッチディスプレイなんで、モニターすごくいいやつ使ってます。というのが出ていて、 でね、コアウルトラ7になってきて、これ、グラフィックプロセッサーがですね、インテルアークなんですね。まあ、インテルアークっていう、まあ、ディスクリートのね、外付けの GPA として、インテルもブランド出してますけども、これはもうプロセッサーに内蔵してますと。コアウルトラ7の中には、インテルアークが搭載していますというところで、えー、このまま売ってます。ちなみに、コアウルトラ5には、グラフィック機能としては、 あこれもインテルアークか、まあのー。乗ってるっていうところで。あのー、あのいわゆるその今の第13世代までのコアプロセッサー、コアシリーズだと、まあ、インテルアイリス XE とかね、これ私のパビロンにも乗ってますけど、えー、そういったのを載ってたんですけども、えープロセあのー、グラフィックボーチップについては、インテルアークが乗ってるというものになります。ですからね、これ結構、 あの、例えばこれでステービルディフュージョンで女の子の絵を描くとかですね。これでできちゃいます。あの、G4 ソードじゃないんですけどうん。というところで結構、別にそれが目的じゃないんですけどね。えー、結構、あの、使えるんじゃないかなと思ってます。あと、それよりもっと高いやつだとね、これ X360 の16の AA というものなんですが、えー、っと、これもコアウルトラ7で、 えー、メモリが 32GB、ストレージが 1TB で、さらにグラフィックスが NVIDIA の GForce RTX4050 ラップトップ。これを搭載をして、お値段が329,800円というものが出ています。これがね、あのー、今の HP のラインナップです。うん、今ね、ずいこさんがね、20万円オーバーな、そうなんですよ。<laughs> <laughs> 20万円オーバーっていろんな意味でね <laughs>。うん、だからね、高いんですよ、まだ。で、ただ、ここまで話すと、いやー、高いねと思うんですよね。あの、HP 高いです。HP は高いんだけど、じゃあ高くないのがあるかっていうと、実はですね。いや、高いには高いんですよ。うん。えあるんですけど。じゃあ次、レノボ行ってみましょうか。あの、レノボは、 えっとね、ちょっと私まだシンクパッドの方まで置いてないのが、まぁ、あ、ザクッと見てるんで、あの、これ別途あの、コアウルトラプロセッサーを搭載したノートパソコンということで、これメインの話題として扱ってあの、やります。あのちゃんと整理してやりますけど、今ちょっとザクッと調べたところなんでね、えー、見ていただければと思うんですけども、えっ、ー、と、アイデアパッド、シンクパッドじゃなくてアイデアパッドですね。えー、これのね、アイデアパッドプロ 7i、あ、あれ ?5i か。 の Zen9 というモデルがあります。で、これがですね、えっ、ー、と、Intel Core p r o c e s s ア i 7 5 7 p r o c e s s 155H。えー、これで、メモリーで、ねグラフィックはもう Intel Arc ですね。で、32が 1TB という、まあ、あの、一般的に言う、お高い、 グレードの方ですねこれがお値段、えー、18万2952円。20万切りますけど、アイディアパッドで18万出すかっていうとちょっと微妙なところもあるんですけども、まあいわゆるその低価格って言いながら、やっぱりこれだけ出すっていうところです。で、一方じゃあ、コアウルトラの買いモデル、買いモデルって思うもね、みんなが持ってるパソコンで全然いいと思うんですけど、コアウルトラ5の 125H。 で、メモリ162がストレージが512で、でもこれ、数像度いいですね。2.8K の 2880×1800 ドットの解像度なんで、まあ、この解像度を載せたもので、13万3294円なんですよ。これ、見くと、あれいいんじゃねって思っちゃいますよね。うん。あのー、実は、いや、私も正直ね、え、閉まったって <laughs> うふうに思ったんですよで私の買ったパソコンより1万円ちょっと足すとね私よりいい解像度でコアウルトラ5だっていうところであら早まったかなっていうのがちょっと正直あるんですけどもちょっとこういったところも出てきてるんですあのだからあの 今ね、HP は高かったんですけども、HP 高いのは、あの、HP のスペクターだからですね。X36 0あれ高いんですよ。ただ、レノボでも低価格路線で、あの、CP u を最新にっていう、例えばアイデアパッドのような乗せ方をすると、結構買って買えないことないかな、というものになります。あとね、シンクブックがあったかな。うん、シンクブックはもういくつかあるんですけども、 えっと、これ、コアウルトラ5のさらにハイグレードかな ?125H というモデル。えー、これあんまり出てこなかったんですけども、えー、これになるとシンクパックブックで169,840円とかっていうのがありまして。まあ、まあ、これざっと見てるとどれがどれだかってよくわかんなくなってくるんですけども、うん、まあ、なんていうのかな。15万円、うんとね、 16万円から20万円ってとこですかね。16万円から20万円ぐらいで手に入る。ただヨガなんていうのがあるんですね。シンえー、とレノボのヨガなんていうのもあるんですけども、これもコアウルトロパウセッサー対応。ただちょっと買いグレードですかね。125H 125搭載してます。まあ、といったところが、まあ、レノボが出てるんで、もうこれシンクパッドが後どうするかって、ちょっとあるかもしれないですけど、ちょっと時間なくて調べてないんですけど。 まあそんなところも出てきます。それと、じゃあ、最後、えー、デルですね。デルは、これ、本田正和さんじゃなかったかな。あ、戸田,戸田さんだったかな。ごめんなさい。あのテクニカルグライターの、ね、ジャーナリストの方があの、YouTube で結構お買い得パソコンの、ね、紹介してますけどあのその中でもお話ししてたんですけども、えー、とデルのね、 今週は市場圏のパソコンでインスパイロンっていうシリーズがあります。で、このインスパイロンが、え、この出たんなのっていう感じで出てます。で、あの、これ Core Ultra 5の 125H、ちょっと下グレード落としますね。それが、えー、メモリ 16GB、ストレージ 512GB で、まあ、インテルワーク積んでてですね、えー、139,638円と。 えいう感じになってます。これ税込み送料込みなんで、えー、こんな感じですね、うん。っていうところがあって、インスパイロンっていうのをまあ選ぶと、この値段で買えます。というのと、あとは、えっ、ー、と、 ちょっとまあビジネス用途にも使えるハイエンドの方ですね。XPS というシリーズがあります。これ結構スタイリッシュで、なかなか素敵なパソコンで。私はうっと思ったんですけども、デルは散々会社で使ってたんで、家帰ってまでデル使いたくないやっていうね、<laughs> そういうそれだけの理由ではしか買わなかった、対象外にしてたんですけど、あのこのデルのね、XPS13 の、えー、とこれ、コアウルトラ5の1251というシリーズ。で、だといくと、 それでも高いな、これ229,980円になります。でもこれやっぱりデルはね、あの作り手が痛いですし、サポートもしっかりしてるんでね、これはこれで、まあ、買う、お金出す価値はあるかなとは、ちょっと私は思っています。あとは、デルの n e XPS のコアウルトラ7を載せたものですね。これメモリ 16GB、グストロジー 512GB で、お値段が259,980円。 ちょっと高いですね、やっぱりね、うん。まあ、そんなところがあってですね。えっと、まあ、掃除で言うと、パワーのあるコアウルトラシリーズ、買いたいでやったら20万円は覚悟してねっていうものになります。本当にいいものをね、フルセットで揃えちゃうと、えっと、デルの XPS16 っていうやつがあってコア、コアウルトラ7プロセッサー 155H にメモリー32がストレージが。 なぜか512ギガ。で、NVIDIA の GForce RTX 4070が乗ってるというね。これで44万5980円。でも、モニターがフルエッジでっていう、な,なんか、なんか、ここだけえ、ええー、って、せめて 4K にしてよって言いたいところなんですけども、まあそういったものが出てるっていうところで。掃除て言ったら、やっぱりまだ高いです。あのー、ただ、怖い。 ウルトラファイブの1 2 5 h という比較的ハイグレードのものでメーカーが出している廉価版の方例えばレノボでいうとアイデアパッドデルでいくとインスパイロンそこら辺を狙うと14万円ぐらいで買えるという状況ですだからあの私みたいにこうね10万ちょっと超えるぐらいでなんとかっていう風な あの、節約しながら買おうとしてた人には合わないかもしれないですけども、うん、いや、15万ぐらい予算でパソコン新しいの1台欲しいよって方は、あの、今からなら、コアウルトラ5を狙ってもいいかなと思ってます。私ね、あの前はね、いや、これ、ね、出るのに時間かかるし、まだ高いですよって言ったんですけど、そんなに高くない。ただ、絶対的に高いものは高いんで、 あのそこね、ちょっとよくあの見てみるといいと思います。あのですから、私がまず第,第13世代でいやぶっちゃけ第12世代でもいいんじゃないですかっていうことを言ってたんですけども、あまりそこの話を鵜呑みにしないで、ちょっとコアウルトラシリーズもねあの、パソコン購入され、検討されている方、ちょっと見てみるといいと思います。で、あのコアウルトラシリーズを買えば、NPU 搭載ですんで、AIPC が名乗れます。 えということで、今、私が買っているのはノートパソコン。例えば HP ファビリオンよりは、世代が業界的にも一つ先なんですね。だから、例えば何かのアプリケーションが動くとか、あと動くんだけど快適動くかどうかとかね。というところで、コアウルトラプロセッサー以降が望ましいですとか、推奨ですとかね。コアウルトラプロセッサー乗せてないと動きませんとかね。そういったのが多分、 2年3年3すするるに出てくると思いますんで、まあ、そこら辺こう見るとうんここがちょっと一回見て見た方がいいかなと思ってますまあね戸田さんと同じこと言っちゃいますけどいやあのパソコンなんて2年とか3年で買い換えるからって方は今すぐ欲しいものを安くていいやつで特に第13世代第12世代とってもお買い得になってますんであのそっち狙ってもいいと思いますで様子見てやっぱコアウルトラ行かないと っていう話になった時に買い替えをしてもいいかなと思ってますんでまああのちょっとね実際皆さんこう自分の使う用途だとかあとはあのご予算とかね見ながら選んでいただくといいと思いますまああの木澤さんぶっちゃけどうですかって,っていやまだいいんじゃないっていう気がちょっとしてますえー、というところでねあの まあこのパソコンの話はね、追ってお話していきたいと思いますし、やっぱ今年はこの話が結構できるかなと思ってます。はい。じゃあ次の話ですね。えとえと、あなたはカナ入力ですか、ローマ字入力ですかっていう、なんか定番のネタをちょっとしたいと思うんですけども、あの、なんで、 こういう話をするかというとですね、あの、これ、一応、了解を得たんでお話をしますけども、あの、私、今ね、マイクロソフトさんからパソコン1台お借りしてます。また借りたのかって、去年の今頃ね、コア、コアじゃない、去年の今、サーフェイスプロナインのインテルモデルをお借りしてたんですけど、えっと、今回ですね、サーフェイスプロナインウィズ 5G という、 マイクロソフト SQ3 を搭載された ARM プロセッサータイプの Windows マシン Windows11 のマシンですねこれをお借りしました一応あのマイクロソフトさんの方にあのこれちゃんと借りてることを言っていいですかって理由はちゃんとしたのレビューするにあたって透明性公平性を えー、ちゃんんとしたいんで、えー、お話をちゃんとあのリスナーさん、視聴者の方にしたいんですという理由で言って、えー、実際ちょっとこういろいろとこう相談確認しますということをもらって、えー、許可をいただきました。まあ、そういう、ね、事情でお話をしています。であのまず、このサービスプロナインウィズ 5G の話はあの ARM プロセッサーの Windows マシンだというのも含めてですね、あのこれきちんと別の回を設けて。 お話し,しますし、YouTube でもこれ専用にレビューをね、上げていきたいと思っています。で、今回お話しするのは、キーボードなんですね。あのー、これ、英語キーボードなんですよ。このタイプカバーキーボード、サーフェスキーボードですね。英語キーボードが来ていまして、で、これ、なんで英語キーボードかというとですね、えっ、ー、と、お借りした先が、去年は、 あの、日本マイクロソフトさんからお借りしたんですけども、あの、今回はですね、マイクロソフトコーポレーション、つまりアメリカの本社からお借りしてるんですね。ということで、アメリカ製がそのまま来たっていう、キーボードも英語、立ち上げた Windows も英語 <laughs> あの。Windows ね、セットアップずっと英語だったんですね。で、最後はあの、日本語ランゲージパックみたいなところを入れて、え日本語で、 今ここは日本です。あの、時間帯はプラス9時間ですみたいな感じを全部設定をして、で、やって今日本語版の Windows で使えるようになってるんですけども、まあすごいですね。全部英語でしたよ。ということで、あのー、これね、キーボードね、英語だったんですね。まあそういった事情があって、あの、キーボードちょっといろいろいじくてなんですね。 で、あの、実は私、まともな英語キーボードって初め、初めてかないや、多分ね、30年ぶりぐらいだと思います。あの、初めて英語キーボードを使ったのは、あの、DOSV パソコンで、DOS、違う違う,違う当時 DOSV にはならなかった、IBM PC 互換機っていうのを、これあの、アマチュア無線クラブのね、 おじ,おじさんにですね、譲ってもらったんですよ。いくらだったかなあの、結構、そのあるメーカーに勤めてる方で海外も出張してて、海外のスーパーで買ったパソコンだっ,つって持ってたんだけど、もう、キザさんあげるよっ,つって、あげるじゃない売ってくれたのかなあのね、80286を載せたパソコンで、i b m p c AT 互換機なんですね。で、それについてたのが、IBM の101キーボードで英語キー配列でした。らそれ以外の、本当の英語、 配列になります。あ、いかがか。中国に出張したときに、あの、中国では、えっ、ー、と、この101キーボードでした。で、あの、実際ね、えっ、ー、と、英語キーボードだっていうところで、あの、使ってみてたんですけど、まあ、いわゆる US 配列ってやつですね。で、国印もアルファベットだけなんですよ。 でそこで困るのが私ってあの漢字入力かな入力派なんですねでさすがにあのキートップは見ながら打ってる方なんであのかな入力でするにはさすがに厳しいんでこれについてだけローマ字入力してるんですよであのこのサービスプラナインウィズ 5G のサービスキーボード US 配列なんですけどもこれでローマ字入力を打つと 結構サクサクク打てるんですあの結構なスピードで打てるようになりますあの。ただ逆に日本語配列のキーボードでこのローマ字入力すると結構ね時間がかかっちゃうんですよ。でこれなんでかなと思ったんですけどもあの日本語配列ってカナの刻印がありますよね。そっちを見ちゃうんですね。ついそっちを見ちゃってあの例えば リってか、ね、RYO って押そうとするのに別のところの「リをこう見に行ってしまうとかね、えー、そんなところがあって、あのー、やっぱり打ちづらいんですねでそう見ると英語キーボードだとローマ字入力は意外と邪,邪魔っていうかローマ字入力をするにあたって障害となるものがないんで、えー、結構サクサク打てちゃうという感じがしますだからこれ面白いんで あの英語キーボードちょっと買ってみようかなっていう気にはちょっと今立ってますちょっとお試しでね、えー、そのふうに思ってますさてそういうことでねあの皆さんはかな、えー、入力派でしょうかローマ字入力派でしょうかというところでね吉村のよくフェイスブックでネタにするとですねそれでも結構いるんですよ「いやあきざさん実は私もかな入力なんです」ってで これね、実際ね、ウィキペディアで私調べたんですね。あの、かー入力についてってことで、ウィキペディアでかな入力調べると、まあ、あの、どういったメリット、デメリットがありますよと言ってるんですけども、これ比率、統計的な話をすると、えっと、2 0二千十五1 5年にですね、角川月総合研究所というところが、えー、調査をしたとこ、 ローマ字入力の人はあとはカナ入力は5.1%っていうふうに言われてるんですね。で60代以上の高齢世代ではこれが60代以上を高齢世代と呼んでしまったのはこれいいのかっていうものがあるんですけども他の世代に比べてカナ入力の入利用者多いもののそれでも、えー、カナ入力をする人は11.3%だというふうに言われています。 うん、だから私も聞いたのはね、私もね、本当10、10%とか5%うちの1人なんですね、うん。という感じになってるんですけども、実際、でもね、以前はですね、これ、1990年にあの、ワープロの保有者、ワードプロセッサーっていうのがあったんですね、昔ね。まあ、これ、番組の気の方はね、あのリアルに知ってる方多いと思うんですけど、あのワープロを使ってる人は、えー カナー入力をしている人は55.1%。で、ローマ字入力は30.9%。というところでね、かー入力の方が多かったんですね。で、この55.1と30.9足して100にならないんじゃないかと。他に何かあるのかっていうと、なんと、親指シフト。この親指シフトが15.1%いたというね。ね、今ね、あのー、絶滅してしまっ ったっつったら怒れちゃいますけどあの富士山もちょっとやめてしまって、あのー、いろいろこう有志の方でねサポートっていうのはやってる方いるんですけどこれ親指シフトなくなっちゃって、ね、実質的にねあのいますよ今売ってる使ってる人いますし確かあれ勝間和代さんとかは親指シフトじゃなかったですかねと思うんですけどもまああの今言いたいことは昔はかな入力が半分以上だったんですけども今はもう 10%5% まで落ちてしまってるという感じになってます。 でね、まあ、どうなんでしょうね。どっちが多いんでしょうね。で、どっちがいいんでしょうねっていうところがあるんですけどね。あの、よく言われます。あの、キーボードの打つ数だとか、覚える量だとかね。違いますよっていうこと言われてますけども。でちなみに、あの、私よく会社で共有のパソコンとか、えー 共同ですかパソコンとか例えば、木澤さん、今日一日これ使ってくださいねってたときに、あの設定を私、金入力に切り替えちゃったりするんですよね。で、それ仕事終わった後に、元に戻すのを忘れて、その放置して、あれ、キーボード入力がおかしいって、変打った字が出てこないこれ誰だ、かな入力にしたのっていうのがばれ、えー、て。 すいませんつってまた木澤さんですかっていうのはよくある話なんですけども、まあ、そんなこともあるぐらいねあの、まあ、珍しいんですけどね逆にねあのか入力になってるっていう概念すらなくてなんかキーボードがおかしくなったという認識しかない人も中には出てきてえっ入力ってあこれって打ってる人いるんですねっていうのを初めて知って驚いたっていうケースもありました。まあ、まあああそんなところもあってね まあ、なかなかこれはネタ的に美味しいお面白い話なんですけどもあのであのこれ結構ねさっき話戻りますけどもカナー入力にして、えー、ローマ字入力にしてちょっとやってみて割と良かったんであの仕事でもじゃあ試しにちょっとローマ字入力今日一日やってみるかと思ったら10分ぐらいしか持たなくてですねまあ やっぱり私は金入力かなと思っています。で、まあ利点というと、例えば金入力って、例えばかって言ったら、t の文字のところですね、かって打つだけで一字終わるんだけど、ローマ字入力は k って打たなきゃいけないし、2回タッチしなきゃいけないんですよ。あの、まあそういったところもあるし、まあそれがね、まあタッチ回数が少ないっていう利点もありますし、あとは、あの、 まあこれカナローマ字入力派の方の利点としてはローマ字覚えてればいいしカナ入力のこの50音のね50箇所全部覚えなくていいとローマ字なんで英語も普通に打つしだったら26文字覚えればいいだけじゃんっていうところで覚えるキーの数少なくていいでしょっていうところがあってそうですねこれローマ字入力する人から見るとこのカナの刻印って覚えきらないくらいびっくりしちゃうようなものかなと思ってます。 えっと、YouTube のね、コメントいただきましたえ。小学校のボランティアで IT 教室手伝った現場では、カナ入力でしたね。ローマ字入力ではなかった。あ、そうなんですね。これ、あの、珍しいケースかな。あのー、今、学校って、割とローマ字入力で教えちゃってるらしいんですよ。あと、あのー、パソコン教室ね。まあ、うちの親父もパソコン教室なんか行っ,た行ったことあるらしいんですけど。 あとはそのよくテレビ講座のパソコン教室とかっていうのをローマ字入力を勧めてるんですね。であの私も親父もね私がカナ入力だったんでこれはカナで入力するもんだって教えたんでずっとカナ入力やってたんですけどもあのパソコン講座がずっとローマ字入力なんでしょうがないんでローマ字入力にしたっていうふうに言ってたことがあります。 周りがそうしてるから仕方がないと、学校が教えるから仕方がないってことで、ローマ字入力にした方も言われるようですね。あのー、これは私もこれ Facebook とか、まあ、マイクロソフト絡みのコミュニティのお友達とか聞くと、かなり入力だったんだけど、うん、まあ周りもローマ字だし、なんか人に教えるとかいろいろあると、ちょっと合わせた方がいいかなってことで、ローマ字にしましたっていうことを言ってたこともあります。うん、なんか数に押されちゃったのかと。 いやあのマイクロソフト製品使ってて、ね、数に押されたっていう文句をちょっと言えないところもあるんですけども、まあ、そんなところも、ねえー、あるようですあとねあの私ねローマ字威力はローマ字威力でいいところあると思うんですねあの A 文字と併用して打つ場合これって割と便利です Windows って言うとね頭を押して windows って打ちますけどもこれ普通の msimon、e、の状態つまりかなローマ字入力状態でもこれ打って無変換ってやっちゃうとローマ字に使われずにそのまま採用されるんであの漢字入力英数字入力の切り替えをほとんどしなくていいんですね、うん、これね 意外と私あのローマ人入力の方気が付いてないかもしれませんけどもこれはすごくいいと思いますこれ私もね金入力する時にローマ人 A 文字を打つ時は一回切り替えてで打ち終わったら金入力に戻すってことをしてるんですよだからねそこを見て実際その後でローマ人入力を実践してみるとあこれローマ人入力便利だっていうふうに思いましたまあこれ人それぞれなんですけどね で最近私やってると、ここ数日数やるようにしてるのは、あの、カナ入力の状態にしても、A 数字はそのまま打っちゃおうと。例えばシステム打って打つと、トントカイモって出てくるんですけど、これネタ的に分かる人いますかね。で、トントカイモって打った状態で、メニューでファンクションキーの10番ポンと押しちゃうんです。そうすると、打った文字を A 数字に切り替えてくれるんですね。ということがあるんで、 あの出てきた文字は気にせずにそのままカナ入力のまま入れて A 文字の時ファンクションキーの10分をポンと押すというふうにして今便利になるかなということを試していますまあねそんなあのところも <laughs> やりつつもそんなところでいじってますけどもうんまああの結局私はカナ入力に戻って 意地でもそういったところ、まあ、意地張るつもりないんですけどね、えー、使っていこうかなと思ってます。えっ、ー、と、あ、あの、YouTube の方でコメントいただきまして、ローマ字入力派ですが、英特ユーザーなので、実優越配列以前に独立したファンクションキーが欲しい派です。うん。あの、独立したファンクションキー欲しいですよね。おっしゃる通りです。あの、実際ちょうど今、私も今話した、 あのファンクションキー10番押しちゃいいじゃないかって言いましたけど、ファンクションキー10番押すっていうのはこれ非常に重要なところで,で、これね、ノートパソコンでファンクションキー10番って押すの大変ですよね。なんでかっていうと、ファンクションキーがいろんな機能のキー、例えばえと音量ボリューム調整だとか、画面の明るさを切り替えるだとかっていう、パソコンのハードを操作するような、 ね、あのキー。まあ、中には再生停止なんてボタンを割り当てられてますけど、そっちの方を優先されてしまって、ファンクションキーを押すときは、例えば私の場合で FN キーを押しながら10を押すっていうことをしないとできないんで、あの、あのね、私ね、ファンクションキーの1から12全部活かした状態にファンクションキーとして使えたなと思ってます。 かね、これ独立したファンクションキーが欲しいなっていうのはすごく私はわかりますね。うん、でちなみに、あのー、これちょっと話しれちゃうんですけど、この HP のパビオンね、あのー、これファンクションキーは、例えば F5 とか、ね、F10 とか押したときは FN キーを同時に押さなきゃいけないんですけども、これバイオ s の設定で変えられるんですね。あのー これ私ブログの記事に書きました。これ、たた、たか、うサンデープログラマーの一番最新の記事に書いたんですけども、あの、他のレシンクパッドとかって、シフトキーを押しながら何かのキーを押すと、FN ロックとか言って、あ、シフトキーを押しながら、エスケープキーかな。押すと、FN ロックとか言って、押したら、ファンクションキーがちゃんと F1、F2 キーとして機能しますよっていう切り替えができるようになってるんですね。で一回切り替えると、切り替えたままで、 あの元に戻さない限りずっと切り替えたままなんですけどもあの HP のねパソコンってそういうふうになってないんですね。うん、でこれどうやって強制しようかなと思ったら BIOS の画面を一回立ち上げてあのそういった機能をイネーブルするかディセーブルするかって設定があるんでそこで BIOS 機能設定を切り替えて再起動させるとあのちゃんとファンクションキーが独立して使えるようになります。 ということで、私今、パビリオンをね、キーボードを押すと、ファンクションキーを押すと、ちゃんと F10 は F10 でし動くよになっています。逆に、あの、ボリューム調整したいときは FN キーを押しながら、F7 のボリュームアップ、F6 のボリュームダウンとかね、そこら辺をいじっていると、そんなことをやっています。まあまあ、というとこでね、結構キーボードネタは話すと切れないんですけど、まあ、あの、それぞれいいところあるんでね、 使ってみっていこうかなと思いますし、やっぱりね、ローマ字入力自体私もすごい興味あるんで、あの、英語キーボードを使えばローマ字入力が結構気にせずサクサク打てるってことが大、ね、体分かったんで、うん、ちょっとね、英語キーボード、なんかどっか、なかな、買ってみようかなっていうふうにちょっと今思ってます。で、私ね、ヨドバシとかビッグカメラで、英語キーボードを見に行ったんですよ。そしたら、あの、あれなんですね、あの、 カナー国印がないキーボードは売ってるんですけども、US 配列はさすがにあの、日本の家電量販店で売ってないですね。うん。まあ確かにあの、変換無変換キーもないんで、あの、英語キーボードで変換無変換の MSI 名のオンオフっていうのはコントロールキーを押しながらスペースを押すとか、他にあの、キャプスロックだとかいろんなこう、やり方があるんですけども。なんだっけな。えっと、チルダだったかなんかを、 あれときと一緒押すんだったかなあの。そんな切り替え方もあるんですけども。で、私、今、設定を切り替えて、コントロールキーとシフト、スペースバーを押すと、うん、MSIMA のキーボード入力。日本語キーボード入力できるようになってるんですけども。まあ、あの、そういったね、ところがあって、日本だと、やっぱり変換無変換というのがあって、 金刻印だけがないですよってことで英語配列みたいな形で売ってることが多いですで。そんなんで、じゃあ、なんか、あの、本場の英語キーボード買うなら本場の英語キーボード買ってみようかなっていう気になりますよね。でちょっと、例えばちょっと Amazon とかね、見てみるとどうなんでしょうね。あの 結構ね、これ、あの、前回の、あの、これ、配信終わった後に YouTube で、えーと、配信止めた後にですね、雑談してた時に結構皆さんと見てたんですけども、まあ、これね、あの、昨日のあ、前回の話、あの、最後まで残っていただいた方、えー、ご存知かと思うんですけど、この e e g a n っていうメーカーのね、あのキーボードが4000円ぐらいで、えー、ゲーミングキーボードですね、色が変わったりするんで、えー、こういったのもあるんで、ちょっとこれか、 ちょっと、ね、これを、ねえー、買ってみようかなということで、ちょっと今、えー、物色をしています。でこれで買って、ちょっとあのローマ字入力を試してもいいかなと思ってますんで、まああので、ー、そういうちょっと無駄遣いな気がしないでもないんですけども、えー、こんなことも考えています、まあ。そんなところで、ね、あのキーボードもお話もしました。 うん。あの、結構ね、ローマ人入力だとなんか早く打てそうな、ね、打ってる数が多いんで、早く打ってる気がするっていうのもあるかもしれないんですけど。まあ一応あの、両党使いです。でもかなり入力派ですってことでね、最近は通しています。はい。ということでね、以上キーボードの話をさせていただきました。はい。というところでね、あの、 ま、あの、今週のお話、こんな感じなんですけども。あの、ま、ちょっと冒頭お話ししましたようにね、ちょっとマイクロソフトのまたイベントウやるだとか、え、お話もあるんで、ちょっとそこら辺のお話もしたいと思いますし、あとね、ちょっと一見ね、レビューをしたい商品もありまして、ちょっとあの、これね、ガジェット系の話ですね。え、したいと思ってます。今ちょっとね、ちょうどあの、一昨日荷物が来て、え、ちょっといじくっているところです。 で、あの、結構お手軽で、面白いものなんで、ちょっとそこなんでね、お話を今後ちょっとしていこうかなと思っております。はい、えー、そんなところですかね。はい。まあ、あのね、コアウルトラのノートパソコンも出てきたことですし、 ちょっとこれのまハードソフトを含めた話もしていきたいと思ってますんで、うん、あとはそうだね今日の話を思うと Windows の次の機能アップデートちょっと早めに来てもらえるといろいろ試せてね結構面白いかなと思ってますんで、うん、3ヶ月1回ぐらいのペースで来てもらえるとあの面白いし私もちょっと話しやすいかなっていうのもありますんで、まあ、そこの話をね期待してまたこう正式に出たらねお話をしたいと思って はい。で、そういうことで、はい。じゃあ、今週もどうもありがとうございました。今週もいただきまして、ありがとうございました。えっ、ー、とね、またこの、来週、できればライブ配信を含めてしたいと思っています。で、もし、よかったら、この後、ちょっとまた雑談をするかもしれませんので、あの、お時間ある方は残っていただいても結構です。えっ、ー、と、はい。えー、あの、で、あ、そうだね。で、これ、あの、編集は一応ライブは残していきますけども、また編集しないやつを、 でこのマイクで撮ったやつをちょっと音をかぶせてですね、ちょっとは聞きやすくした形であの再編集をしてアーカイブとして、えー、お送りしますので、また見ていただければと思っております。はい。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。